はい、こんにちは、116インズです。日本では今日は大晦日ですが、サプライズとも言えるトレードがまとまりましたね。今日ブレーブスはレッドソックスから先発投手クリス・セールを獲得したと発表し、見返りとしてレッドソックスはブレーブスから若手内野手ボーン・グリソムを獲得しました。ということで、実績のある先発左腕セールがブレーブスに加わったと。セールのトレードに関する噂は特に出ていなかったと記憶していますので、まあブレーブスというチームは本当にしれっとトレードをまとめてくるなという印象ですが、2018年のレッドソックスの世界一を支えたセールが大型契約をあと1年残した状態でトレードと、正直ここ数年のセールの状態を考えたらまさかトレードできるなんて、しかも後でも話しますが、見返りとしてグリソムが動くようなトレードがまとまるなんてとも思ってしまいましたが、今回はこのブレーブスとレッドソックス間で成立したトレードについてお話していきます。今回ブレーブスとレッドソックス間で成立したトレードの全容がこちらになります。ブレーブスがレッドソックスからクリス・セール、さらには1700万ドルの金銭を受け取り、見返りとしてレッドソックスはブレーブスからボーン・グリソンも獲得しています。ブレーブスはコンフの課題の一つに先発陣の強化がありまして、 FA 戦線ではアーロン・ノラやソニー・グレイといった選手たちを狙っているという報道もありましたが、いずれも不発に終わっていたところ、今回レッドソックスからセールを獲得したことでそこの対処に動いた格好です。セールは近年正直大型契約に見合ったパフォーマンスは発揮できてはいませんが、レッドソックスに彼の残りの契約の大部分を負担してもらっていますので、今の先発市場の相場を考えますと比較的安くセールクラスの先発投手を獲得することができたとも言えるでしょうか。一方でレッドソックスはもはや契約が重すぎる割にはどれほど稼働するのか全く未知数、どうにもならない感すらあったセール一人を使って、まあかなりの金銭負担は担いながらも、グリソムという将来のある若手内野手を獲得でき、さらにいくらかペイロール削減も実現できていますので、なかなか美味しいトレードになったのではないかと思ったのがファーストインプレッションです。まずはセールを獲得したブレイブス側から見ていきますが、セールといえばかつては球界屈指のエース左腕でして、通算7度オールスターにも選出された実績のある34歳です。ただ近年は相次いで怪我に見舞われ、2020年はトミージョン手術の影響で全休、リハビリの関係で翌2021年もシーズンの大部分を棒に振ることになりましたし、2022年は打球が直撃したりですとか、自転車事故に見舞われたりですとか、同じ年に計3回骨折するなどまともに稼働していません。2019年以降5シーズンで計298回3分の1しか投げていない、年平均で60回も投げられていないような状態です。しかしながら今季は2020年以降では一番まともに稼働した年にはなりまして、今季20先発102回3分の2を投げて防御率 4.30、 ベースボールレファレンス算数のウィンズアブリプレイスメントは 1.7、 2700万ドルを超える年俸には見合わないパフォーマンスとはいえ、まだまだ MLB の先発としてしっかり活躍できる可能性自体は示したシーズンではありました。ブレイブスとしてはそんなセールのバウンスバックにかけた格好です。確かに今季の防御率 4.30 は特筆すべきものではないかもしれませんし、そもそも健康でなければ意味がないのですが、ただまだまだ支配的なピッチングをする可能性自体は秘めていて、今季の対戦した全打者に占める奪三振の割合 29.4% は今季100イニング以上投げた先発投手の中では MLB8 位の好成績、ボール球スイング率は MLB 上位 8% の水準ですし、ハードヒットも平均以上に抑制はできていますので、ボール自体はまだまだ打者を圧倒できる水準にあると考えることもできるでしょうか。非 XWOBA を防御率のスケールに変換した XERA 3.61 は実際の防御率 4.30 よりもかなり良く、ブレイブスとしてはセールの成績に上がり目を感じている節もあるかもしれません。レッドソックスが1700万ドルも年俸負担してくれたこと、さらにはセールの契約に後払いが含まれていることから、来季ブレイブスがセールに対して実際に支払う年俸はわずかに50万ドル、贅沢税の計算においてもセールの来季年俸は860万ドルにしかなりませんので、比較的安価に最大値の高い先発投手をブレイブスは獲得したと考えることはできるでしょう。実際今の先発投手の FA 市場の相場を考えますと、やっぱり安い選手少ないですよね。今期の XERA と来期の契約を比較してみますと、例えばセールと同じように1000万ドル前後の負担で獲得できる選手たちですと、カージナルスと契約したランス・リーンとカイル・ギブソンの2人は、もちろん彼らはイニングイーターという役割にもお金を払っている側面はあれど、セールと比べて XERA が1点以上悪いですし、じゃあ怪我のリスクはあれど最大値の高そうな先発投手で考えてみても、メッツと契約したルイス・セベリーノが1300万ドル、今期わずか1回3分の1しか投げられず肩の怪我も抱えているフランキー・モンタスに至っては1600万ドルということで、最大値を重視してもやっぱりセールの実質的な負担よりも高いと。ブレイブスはプレーオフに進むことに関してはおそらく問題はなく、ローテーションはイニングを食うことよりも最大値を重視したいこと、さらにはペイロールの状況からして贅沢税の負担も考えながら動く必要もありましたので、その点金銭面で比較的安く、うまくいった時のリターンがでかいセールは魅力的に映ったのかもしれません。今回のトレードがブレイブスにとってやってよかったよねと最終的に言うためには、やっぱり全てはセールの健康次第、これに尽きるでしょう。ブレイブス的には願わくば2025年の2000万ドルのオプションを行使しても全く構わないと、これくらいなるくらいの活躍には期待しているはずです。
そうでないと今のセールに対していくら余剰戦力気味だったとはいえ、グリソムなんて普通は手放さないですからね。正直グリソムが持つ今のトレードバリュー、さらには今のセールの健康状態を考慮しますと、いくら結構な額の年俸負担があれど、もう一人くらいレッドソックスからプロスペクトとかもらえなかったのかなと思わんでもないですが、まあそれだけ先発投手の市場価値が高まっている証拠でもあるでしょうし、そもそもブレーブスに移籍してからセールがかつてのようなピッチングをいくらか取り戻すようであれば、関係なくなりますので、思惑通りに行くでしょうか。続いてはグリソムを獲得したレッドソックス側ですが、やっぱり第一印象として現時点では旨味が多いトレードだなと感じました。来期の年俸が2700万ドル以上と、もはや契約的には不良債権みたいなところもあったセール一人で、残り6年間も保有することができ、かつすでにメジャーで一定活躍できることも示しているグリソムをもらえるのであれば、まあ金銭負担があったとしても文句はないでしょうと。もちろんグリソムも二遊間、特にショート守備に関して怪しさ満点ですので、基本的にはセカンド、それすらも怪しくなるようであれば外野と移っていくかもしれませんので、それ次第で価値が変動し得るかもしれませんが、レッドソックスはひとまずグリソムをセカンドレギュラーとして考えているようで、そこで定着できれば本当にチームにとって価値のある選手になるかもしれないですよね。ブレイブスは内野ががっちり固まっており、比較的グリソムにとってチャンスがありそうだったレフトもケルニックの加入によってまたブロックされそうな状況でしたので、グリソムの出場機会という意味でもレッドソックス移籍は本人にとってもプラスに働きそうです。層の厚いブレイブスで今季はほとんどチャンスを与えられませんでしたが、トリプルA では22歳にして WRC プラス135と敵なしの状態ですし、なんならその前の2022年は41試合の出場とはいえ、メジャーでも WRC プラス121を記録したこともある選手ですので、このバッティングはボストンでも発揮できれば最高ですよね。またグリソムの加入以外でレッドソックスにとって旨味が大きそうなのがセールの契約がなくなったことです。年俸負担はあれど贅沢税の計算においては差し引き860万ドルの節約につながっていて、これでレッドソックスの贅沢税計算上のペイロールは約1億9000万ドル前後と推定されています。レッドソックスもコンフ、ブレイブスと同様に先発陣の強化が課題となっていて、先日ルーカス・ジオリトと2年契約で合意したことが報道されましたが、今回のトレードで上のレベルの先発投手獲得に動きやすくなった側面はあるんじゃないのかなと。お金という意味でも、例えば年平均2500万ドルくらいはかかりそうなジョーダン・モンゴメリですとか、今永翔太選手ですとか、こういったクラスをより狙いに行きやすくなったと思いますし、またグリソムが加入したことで内野のプロスペクト、特にニック・ヨークあたりはトレードで動かしやすいピースとなった印象ですが、プロスペクトを使って先発投手を狙いに行くムーブもやりやすくなったのかなと。レッドソックスの今後の動きに柔軟性を与えたという意味でも、今回のセールのトレードはもしかしたらこれから大きな意味を持つかもしれません。今の段階ではレッドソックスの旨味の方が大きそうなトレードという印象ですが、皆さんはいかがでしょうか？ぜひコメントでトレードの感想など教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。